スケールボール。まあ、ラストターンもう決めきれたんだから、いっちゃいいけど。まさかのない。投げー。すごい。先行か。お前。新年。新年、OK。相手を見せて。うん、阪神。OK です。阪神を、まあ、しょうがない、ゲームだ。はい。そして、で、阪神をあれ使ってみるね。サーチ。うわ、フィールド魔法は期待しなくていいな。こっちも今回、もうあんま1枚しか入ってないからね。劣戦で戦するしかないから。劣戦でじゃあ、今回の変なカードを一枚見せちゃうかな。エボルティクターエリック。で、あー、やばそう。もう俺、ゴッドフェニックス出てきたらマジで終わるわ。あのカード強すぎるからな。どうだろうな。ゴッドフェニックス強すぎるからな。まだエボルティクターしか見てない。でもなんか雑に出てきたから、なんかリリース用じゃないっていう説がある。あるね。はい、なるほど。なるほど。ドローもらいます。もう一伏せは何だろうな。スタンバイ。メイン。はい。とりあえず、王家妖霊譚知らぬ方両発と、一生手札に来続ける同発力コストとして発動します。はい。何の手札に来るんだろうな。3、影物。まあ、ストラクの看板同士が光り合っちゃったんだな。効果処理終了。え、アイフェイルスの先生ですか。どうしますか。あ、あれですね。うーん、何もありません。うーん、何もありません。で、アイテムモンスターとエリックをリリースして5番召喚テールで、召喚成功時で、これの再現か。うん。どうしに行くか。何？自爆。自爆を。で、階段か。エボスの効果見るんですか。大スクに自爆スイカ階段。オッケー。バリバリー2ドロー。くーつえまでかなとりあえず。やばい。だが俺もまだまだやれるぜ。制限カードを握っている。愚かなまいそう。やばい。そうによって根付きを墓地を送る。根付きの効果はそう対象同発だ。すっごい糸も簡単に分け同発すら組みよう。これでもうエレボスの効果は止まったも同然。通常召喚影物握ってる。リリースして効果チェーンしてありますか。じゃあチェーンで同発すら相手フィールド墓地のモンスターを一体選んで除外するに対してチェーンがなければ相手エールを除外するかという感じだな。うん、よし。その後影物の効果で守備ゼロ中7を特殊召喚ウィゾンビを SS。ユニゾンビの効果対象ユニゾンビ自身でデッキから墓地を送りたい。うん、マジにしよう。
ルフェイス。ミニゾンビ1300でパンチ。くそ、エモい動き全然できてね。ドーハスラー28点も。カードを1枚セットして単純量にそのゲームを OK。 とそうかな、劣勢劣勢かな。でドロまたいでもうワンドロー。うわ、行くんじゃなかった。リクルート対象来たか。はい、関心を。じゃあドローする。これがでも本来のカードだもんな。心配してですね。つれえなぁ。一戦を戻したら3枚あるわけだけど、一応なければ手札にあるってことだからな。まあほぼ結果変わらんだな。まあまあ3円でさっきサーチしたエリコス OK 見せて帝王魔法のサーチOK、レッスン。あんま書かせるのは無理だ。今は。シャーマンってことか。リクリクしなきゃいけないんだよな。エルス中以上。OK。エルスは魔法使いだったな。うん。起動効果じゃない。召喚成功事項か。OK。ね、アドバンス召喚してくれた。ノフで。レッスン。レッスンにチェーンしてバンシー。チェーンが。ありますか。うわあ、なんだっけそいつ。フリチェの効果あったっけそいつ。フリチェで表表示カードに装備できる。うわあ、なんでもいいんだ装備対象。ドハスラ不発ですわー。くー。で、じゃあ二体リリースで。暗話をチェーン1、チェーン2で貼った。で、熱戦適用をちょこちょこしといて、で、アドバンス召喚。アドバンス召喚。OK。で、ホームランを強くやる。相手でアドバンス召喚できんだよ。なんで確かアドバンス召喚できる。まずいやん。まあ、結果はこれ。で、またで機械落とす。アドバンス召喚成功時これやっと新人が落とせんな。いや、それね、うん、でもあんまなあるととりあえず様子以外出せなくなっちゃうから。あんまか、あんまこのままバトルフィーズかな。オッケーと、そのままじゃあ、エミゾンビに攻撃宣言値、シラヌイリュウリンネの陣の1の効果、1の効果というか1つ目の効果、フィールドのアンデを除外することによって受けるために0。なるほど、ダメージ受けるよりはいいかな。これはメイン2に、うん、レッセンというか泣いているわ。で、エンドフェイズ時にローラン効果デッキからローラン以外の炎戦士を手札に入る。OK。また装備の炎。じゃあ満を持して600に手札に加えちゃうか。OK。これは厳しいねー。こいつは厳しいねー。
A のか A のかドロー。こいつじゃどうすることもできんな。タナチを通常召喚、タナチ力な。はい、じゃあとりあえずあれだな、アブレーション。うわー、もうダメだ、アドサが開いていく。フェーズ1終了に相手の効果、で、フレームリリース、はい、空いている効果で、うん、最初に見えたのに。OK。クライス。クライス。うん、あとこ、自身と、カナチ。カナチ。じゃあ、チェーンリンネかな。このターンキル、ダメージゼロ。階段と、チェーンリン、あ、連撃だ。リセナ、おろしてワンドロー、はい、そしたらドロー、うん、スタンバイイン、ドロー入り足を、OK、よし、おっしゃ、表示あー、普通に出てくんのかーい普通に出てくんのかーい。ということで、ごめん止めんのは、モンスターだけやん。で、ヒデアが墓地に送られた時、除外されているテーマを持ったのを1枚手に入ると、うん、本当はこれで再現を加えて普通に話しに行くか。ことなかったしに行くのでしたね、話しないと。いいよ、次どこ。今これ来るか。アンフォー、アンフォー危ない、行ってしまったフェニギをつてミックスギアブリードコストにレベルジョンスタウト負傷感。あのオーランスか、オーランスな、うん、死ぬ前に神殿使うから、戻るし、なるほど、敵寄せこっちはまだまだ分厚いぜ。あの泥かで、反射、究極の選択だね。まあ劣戦かな。普通に武器の最近除外できんじゃん。装備魔法だ。負けた。ついでにラプタンスコ装備で。オッケー。もうないな。バトルだ。はい。一応ドローしとくか。なんもないけど。ドロー。はい。もう必要なかったのか。28の3000。ああ。3000。ああ。くー。